はい、それではですね、イントロの後半に行きます。皆さんお待ちかねのこれ。この楽譜の一番右側、アップストロークのところに、はい、続いて、キメのところですね。ここもかっこいいですね。で、あなたに恋をシーソーをなんですけども、ここはイントロに近い、Em-D-C、はい、というふうにいきます。早いのでね、ゆっくりやっていきましょう。はい、こんにちは、夢安音楽大学小安です。大変ご無沙汰しております。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方忙しながらもですね、なんとか元気にやっております。とはいえ大変間が空いてしまって申し訳ございませんでした。本日取り上げる曲はこちらになります。村下幸三さんのなぜかという曲のギター弾き語りバージョン、これをやっていきたいと思います。この夢安音楽大学校ですね、こういった感じで、弾き語りの双方解説なんかをやっております。まだ登録がお済みでない方はですね、ぜひぜひチャンネル登録ボタンの方を押していっていただきたいなというふうに思ってます。前回踊り子をやらせていただいたんですけど、これもまた難しいなぜかという曲になります。ストロークがえらいかっこいい曲になってまして、これについてやっていきたいと思います。それではやってみましょう。はい、それでは早速イントロの方からやっていきましょう。イントロはですね、最初ミュートから始まります。右手のここをですね、ちゃんと弦に当てて弾いてみてください。はい、じゃあちょっとゆっくりやってみましょう。感じですね。4弦は5フレットに固定されてます。ここですね。で、5弦が、7フレットから7、6、5、4というふうに下がってくるんで、5、5と5フレットで重なったところで指の持ち替えが必要になります。4、4ですね。薬指から、ここでもう一回中指を使うんですけど、4弦を人差し指から、薬指に置き換える。ここですね。で、ここで人差し指をフリーにしないと4フレットが抑えられないので、ここですね。ゆっくりいきます。さっき申し上げたそのミュートをちゃんとしないと、こうこういうふうに長く伸びてしまいますんで、ちゃんと当てて歯切れよく、このアップとダウン、気をつけてください。ダウンでやってますけど、全部ダウンでもまあギリギリいけなくもないスピードかなと思いますが、とにかく原曲速いので、このアップダウンがいいんじゃないかなというふうに書いています。ゆっくりやってみましょう。で、余談ですけども、この6弦のですね、4のところに点線で開放弦書いてますけども、これちょっとライブバージョン、僕が見てるライブバージョンでは、一瞬弾かれてるところがあったんで、村下さん、これ意識して弾かれたのかそうでないのか分かりませんが、こんな感じのこうというふうに聞こえたので書いています。まあメロディー的にはなくても問題ないかなと思いますが、というフレーズになります。
はい、それではですね、イントロの後半に行きます。皆さんお待ちかねのこれ、これですね、これやってみたいと思います。この楽譜の一番右側、アップストロークのところに、1弦2弦3弦の開放が000って書いてあると思いますが、ここから始まります。要は前の小節からバラバラバラが始まっていくということですね。もう一回来て、この5弦の5フレットを弾いた後にアップストロークでこれを始めとくんですね。始めて、次の段に行った時の、この最後の、0開放6弦、これを小節の頭に合わせるんです。この5フレットを弾いたらすかさず始めといて、この3本を弾いてるうちに4弦5弦を人差し指薬指で5、7と押さえておくんですね。で、最後のこれを小節の頭に合わせて持ってくる。難しいんですけど、すごくテンポを落としてやってみたいと思います。こんな感じで93、ここからですね。もう一回、ここで始めますね。始めて、最後やってみようと思います。早いですね。という感じです。早いので、80とか90からやってみるとよろしいんじゃないかと思います。はい、続いて、決めのところですね。これ、ここですね。ここもかっこいいですね。ここは、右手でカットするところが、大事になります。コードとしては C、Bm になるんですけど、というふうにしっかり切ってください。で、4弦5弦6弦と、というのが、単弦のダウンピッキングが出てきます。こうですね。中指人差し指開放、中指人差し指開放で最後薬指、進行になってますが、バラバラ、ダウンダウンアップ、ダウンダウンアップといくわけですね。原曲はこんな速さですね。
早い早いですけど、これもまたゆっくり、決めとダウンが続くところと、後半ダウンダウンアップ、はい、といくわけですね。難しいですけどゆっくりやっていきましょう。この後は同じですね。はい。で歌に入ると、最初のおさらいですね。イントロの最初は、これが2回来て、で、これも2回やって、決め、はい、じゃあ A メロから、流していきますね。ストロークはこう、これが基本になっています。なので、勢いのある歌なんで、このストロークワンパターンといってはあれですけど、でいいんじゃないかなと思います。こうですね。一応これベースで進むと、お考えください。じゃあ行ってみましょうか。 E マイナーからこう、ここは、まあ最初はいいとして、こう中指が5弦6弦2フレットを行ったり来たりしてるように聞こえますんで、こういう風に書いてます。で、気がしないのあと4弦が210と、下がっています。これはイントロに、のイメージに近いですね。気がしないという感じですね。という流れになります。はい、そして2段目。ここまで一緒。で、人でもなくのあと、1弦が320。開始になってる。こうですね。かっこいいですね。はい、次の段ですね。ここもメロディーが入ってくる。弾けるようであれば入れ込んでかっこよく弾いてください。歌のないとこに来ます。歌の返しにも聞こえますね。で、と盛り上がっていく感じですね。で、あなたに恋をシーソーをなんですけども、ここはイントロに近い、Em D C C D C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 
最後は0202、はい、イントロと同じですね、基本的には。はい、というふうにいきます。早いのでね、ゆっくりやっていきましょう。で、サビと言っていいのかな、お酒のせいじゃないのところですね。次、こうなんですけど、ご覧の通りなんですけど、小指を5フレット、1弦5フレットというふうに小指が入ってくるので、こう難しいですけど、なんとか入れてみましょう。というふうに、カットしてもしなくてもかっこいいですね。こういう感じです。せいじゃな、で、これはなんか上の方の 1,2,3 弦ぐらいしか弾いてないように聞こえます。せいじゃな、これも入りますね。0から2です。はい、これも入れれるようであれば入れてみてください。そして、今までのところですね、 AB7 にこう5弦6弦の2フレットが移動しまくるんですけど、これはちょっと感覚で書いてます。本当はちょっと微妙にこうずれる位置が違うような気がしますけど、後半はイントロと一緒です。寂しすぎた、もう一回いきます。という感じですね。で、不思議ね今夜の私、この後2番に行くんですけど、2番飛ばして書いてます、すいません、同じなんで、不思議、本当は今夜の私、2番に行くんですけど、同じなので、この講座では、いきなりギターソロに行っちゃいます。でソロに行きます。ここもずっとダウンなんですけど、というイントロと同じなんですけども、とにかく早いのでゆっくり落ち着いて、やってみてください。難しいけどこう決めかっこいいのでね、頑張っていきましょう。